すいませんすいませんすいません、何でしょう、どうですか、はい、乾杯さあ、続々と選手が登場してきております。選手揃い次第スタートとさせていただきます。さて、ここで皆様にご案内させていただきますが、濡れてしまっては壊れてしまうような機械、まあ、携帯電話なども含めて、事前に置いていただけるエリアをご用意させていただいております。もし皆様濡れてしまうと壊れてしまうようなもの、濡れてしまっては困るようなものがありましたら、皆様前方右側のところ、テーブルのところに置いていただけるエリア作っております。どうぞそちらもご利用ください。さあ、この後皆様まもなくのスタートとなります。さあ、選手の皆さんは今まさにその乾杯ができる、そんな喜びを感じながら準備をしておいてください。なお、選手の皆様ご案内申し上げますが、本日のビールかけは鏡開きを行った後に行いますので、鏡開きのタイミングでビールかけは行わないようにだけご注意ください。選手の皆さん、ビールかけですが鏡開きの後ですので、鏡開きのタイミングで乾杯を行わないようにだけご注意ください。さあ、皆さん大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりヴィッセル神戸天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会優勝を祝って祝勝会始めさせていただきます。私、この祝勝会司会担当します林哲也と申します。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、喜びの祝勝会ですが、
まずはこの方にご挨拶いただきましょう。三木谷会長、よろしくお願いします。いや、俺本当これ嫌なんだよね、この回。マジやるのこれ。やる？やる？ほどほどによろしくお願いします。本当に、まあ25周年のですね、節目に、素晴らしい優勝、ありがとうございます。選手の皆様元より、監督、スタッフ、そして、サポーター、みんなで勝ち取った優勝かなというふうに思ってます。これからまた2月8日のスーパーカップに始まり、なんか、来年はもっと試合したいなっていう、今年はそういう感じだったと思うんです。来年はもう試合以上ぐらい試合があるんじゃないかなと、いうふうに思いますけれども、アジアナンバーワンを目指して一緒に頑張りましょう。どうもありがとうございました。三木谷会長、ありがとうございました。僕はこれで帰らさせていただきます。三木谷会長、待っててくださいね。もう間もなく始まりますよ。さあ、そしてヴィッセル神戸を立て直し優勝へと導いてくれたトルステン・フィンク監督、ご挨拶お願いします。Ja, ich glaube, es wurde heute schon so viel gesagt und gesprochen. Wir haben Pressekonferenzen gehabt. Ich möchte es ganz kurz sagen. Ich möchte mich einfach bedanken meinem ganzen Team, meinem Club für die wundervolle Arbeit, für den Zusammenhalt, für den Charakter und bedanke mich auch bei den Spielern, die den Club verlassen werden. もう今まで十分たくさんの、お話を周りから聞くことができたと思いますけれど、今日のタイトル本当に素晴らしいと思いますし、ここにいるチームの関係者全員、それからクラブのスタッフ、全スタッフに感謝をしたいと思います。そして、今日の試合に残念ながら出ることができなかった、選手たち、そしてこのクラブを去ることになる選手たち、彼らのことを決して忘れてはいけないと思います。Ja, bin natürlich stolz, richtig stolz, heute hier zu stehen und mit euch feiern zu dürfen. Gebt richtig Gas und verschont keinen hier, kann ich nur sagen. Keinen mit der Bierdusche. 本当に誇りに思います。本当にこのチームの監督って大きな、誇りだと思います。そしてこの後、パーティーするときも皆さん 100% の力を発揮しましょう。誰一人逃さず、Auf ein gutes neues Jahr, Jungs. Feiert schön. Okay, おめでとう。今日思いっきりパーティー楽しもう。フィンク監督、ありがとうございました。さあ、会長とフィンク監督にご挨拶いただきまして、ここからは優勝を祝して鏡開きを行いたいと思います。それでは鏡開き行っていただける方、ご登壇いただきましょう。三木谷会長は中央の酒樽のところにお進みください。さて、選手にお願いします。まだ乾杯ではありません。まずは鏡開きを行います。その後に乾杯とさせていただきますので、まだ皆さんビール振るのはやめてくださいね。さあ、それでは鏡開きの前に、まずはですね、この優勝で鏡開きができる喜びを感じながら記念撮影いくつかさせていただきます。まずは、ご登壇いただきました皆様、木槌をですね、樽の上に添えていただきますか。上に乗せる感じですね。添えてください。木槌を樽の上に添えてください。あ、そうですね、会長のように添えてください。はい、そしてお写真撮らせていただきますよ。前向いてくださいね。はい、何枚か撮らせていただきます。あ、いいですね、いいですね。少しずつ喜びが出てきましたか。さあ、そして次はですね、その木槌振り上げてください。振り上げて上に上げた感じですね。あ、そうですね、三木谷会長のように。はい、おお、蛍選手かなりいけそうな感じですね。かなり振り上げていただきました。まだですよ。さあ、そしてこの後ですが、掛け声は私の方から、せーのと言いましたら、皆さんは
よいしょという形で、せーのよいしょという形で木槌を振り下ろしていただいて鏡開きを行っていただきます。で、選手はビールかけはまだですからね、まだですからね、もうちょっと待ってくださいね。さあ、それでは皆様、大変長らくお待たせいたしました。これより鏡開きを行います。では、ご登壇者の皆様、いきますよ。せーの、よいしょ。おめでとうございます。いや、行きました。大派手に行った。フェルマーレン選手、あー、何度も行くね。会長も行きました。おー、まだまだ行く。はい、ありがとうございます。おー、フィンク監督、いや、行きましたね。さあ、それでは皆さんも準備整いましたよね。では、あとはビールかけの準備進めていただきます。では皆様、ビールかけができる準備進めてください。さあ、今日のこのビールかけ、もちろん優勝を祝ってブレイコーということですので、皆様大いに楽しんでいただきましょう。さあ、それでは乾杯。ビールかけの勢いをつけていただく発声をお願いしたい方、ここでご指名させていただきます。ヴィッセル神戸、初優勝に大きく貢献しました、背番号9フォワード、藤本典明選手、お願いします。恐縮ながら、神戸のラッキーボーイこと藤本典明させていただきます。乾杯できますね。皆さん、良いですか。ボーナス期待して乾杯。さあ、今まさにヴィッセル神戸祝勝会スタートしました。これまで叶わなかった優勝というその喜び、初タイトルを手にしたヴィッセル神戸の選手たちが、まさに、まさに今喜びを爆発させる瞬間。2019シーズン、ここ数年では、おめでとうございます。今シーズンは苦しいリーグ戦7連敗ということもありました。しかし、その苦難を乗り越えて、まさに歓喜を迎えています。さあ、皆さんの喜びの声、お届けしていきたいと思います。それでは皆さん、我らが会長、三木谷会長、おめでとうございます。ありがとうございました。いや、会長、ついにこの瞬間来ました。いやー、まあ、僕は盛り上がりましょう、ね。はい、ありがとうございます。わー、いやー、ついにこの瞬間。さあ、この瞬間、優勝という喜びを皆さんが爆発させています。いや、目が開かないぐらい。さあさあ、そしてされました。はい、で、最後、これ優勝で課題だってことは、あー、もう最高です。
ですよね。ラス選手、今後の目標はどんなことですか。今後ですね、サッカーがある際にちょっと頑張りたいと思います。いろいろと、はい、いろいろと活動していきます、はい、ぜひ盛り上げてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ります。さあ、そして続いて今日の勝利に大きく貢献しました藤本選手の方に出てもらいます。いや、本当に柏に強いですね。いや、なんでなんですかね、はい、ラッキーゴールでしたけど、よかったです。まあ、今シーズン大分でもそうでしたが、柏との対戦全部点取りました。そうですね、もう来シーズンの柏戦は僕は点取るんで任せてください。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、いろんな皆さんの声もお届けしていきましょう。さあ、続きまして、お、選手、三木谷健一さんいらっしゃいました。健一さん、おめでとうございます。おめでとうございます。どうですか、この喜び。目が痛いです。目が痛い。僕も目がもう開かない。コンタクトレンズがちょっと浮いているような気がします。健一さん、次の目標教えてください。はい、次は ACL 優勝。はい、おめでとうございます。優勝、セレクス優勝。はい、おー、いやー、おいしい、最高。さあ、選手どんどん聞いていきましょう。さあ、あ、坂井豪徳選手いました。豪徳選手、おめでとうございます。いや、豪徳選手にとってもこれ初タイトルだったんですよね。はい、そうです、ね、どうですか、この優勝は。喋れない、喋れない。はい、嬉しいです、めっちゃ嬉しいです、ね。夏から大きくチームを立て直してくれました。いやいやいや、本当みんなが変わってくれたんで、僕はもうただ一人するだけでした。はい、ではゴール選手にも伺いますが、次の目標を教えてください。ACL もあるんで、はい、いい結果残せることと、はい、リーグ戦は優勝できるようにはい、おめでとうございます。いや、あ、やべっち FC で取材している豪華選手、おめでとうございます。いや、本当に最高の瞬間を迎えました。どんな気分ですか。あ、まあ最後試合に出てないですけど、ええ、まあ、本当にチーム一丸となってここまで来たんで、ええ、まあ、優勝できて超嬉しいです。オフシーズンはどうするんですか。オフシーズンは宮城に帰って美味しい牛タンを食べていきたいと思います。はい、存分で味わってきてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、そして、あ、サンペール選手見つけました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな気分なんでしょう。はいはいはい、はい、どんな気分。いや、サンペル選手からは聞き出すことができなかった。はい、喜びを伝えていただきましょう。メッセージ。I don't understand, sorry. 分かりません。はい、分かりませんということで、でも嬉しい。ありがとう、おめでとう。セルジー、わーわーわー、見えない。いやー、みんなのこの喜びの声、まだまだ聞いていきましょう。さあ、次は誰見つけますか。大崎選手見つけました。レオ選手いました。いや、今日も素晴らしいシュートブロックも含めて優勝に貢献しました。はい、どんな気分ですか。いや、もうグレートでしょう。ね、今後の個人目標も聞かせてください。個人ですか。ね、個人は進めみたいですね。神戸で中心としてずっと出続けられるように、はい、代表入れるように頑張ります。あ、日本代表、はい、ぜひ代表での活躍も期待しています。はいはい、おめでとうございます。はあ、そしてさらに選手にどんどん聞いていきますよ。さあ、誰行きましょうか。あ、ダイヤ選手が、あ、引っ張られてきましたね。さあ、続いて選手ですが、藤谷総選手いきましょうか。はい、総選手いきましょうか。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、この優勝の喜びどうですか。いや、もうこんなにみんなではしゃげて嬉しいです。
もうお酒飲めるようになりましたよね。はい、はい、今日はどんな夜にしたいですか。いや、もう嬉しいんでぐっすり寝れると思います。はい、優勝の喜び感じ取ってください。おめでとうございます。わーわーはーうわーいやーうまい。さあ次の選手いきましょうか。ちょっと前が見えないのでスタッフさん教えてくださいね。さあ次の選手誰行きましょうか。あーステージすごいことになってます。ちょっとステージ行きましょうか。ステージ行きましょうか。おーよし、ではアツさんにも、アツさん喜び聞かせてください。アツさんおめでとうございます。いや選手よく頑張ったね。いやあとね選手頑張りましたよね。サポーターがねすごい、もうねどのチームにも負けなくないのサポーターですよ。素晴らしいね。はい、ヴィッセルはサポーターあってチーム強くなってますよ。そして目標通りアジアナンバーワンを目指して権利獲得しましたよ。ちょっともうちょっとうるさい。うわおめでとうございます。いやさあ続いて聞いていきましょう。おかなり浴びてますね。増山朝日選手見つけました。朝日選手おめでとうございます。ありがとうございます。いやありがとうございます。ついにこの瞬間来ましたね。はい、マジでまた、まあ、5年目にしてやっと優勝できて、本当に良かったです。なんでこんなに強くなったんでしょう。いややっぱ監督も変わったし、まあ、それにいろんな選手が入ってきて、その選手たちがチームのために行って、あ、いや、行ったね、行ったチームのためにっていうことで、チームは一つになった結果だと思います。さあ今後の目標は。この ACL でしっかりチャンピオンを取れるように、はい、またしっかりオフ休んで、はい、オフ明けからしっかり、キャンプ、チームのためにみんなが一つになって戦うことが大事だと思います。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。それでは聞いていきましょう。おー、ホタル選手いました。おめでとうございます。いやついにヴィッセルも初タイトルとなりました。いやもう最高っす。副キャプテンとしてチームを支えましたがどうでした。いやまあ苦しい1年でしたけど、まあ、結果こういうタイトル取れて本当に良かったと思います。そして今まさにみんなの攻撃を受けながらボランチとしてこの坂田ルの先をどんどんとみんなにかけている状況ですが、やっぱ最高ですよね。いや、まあまあ、これ本当野球でしかこういう経験はできないと思うんですけど、ね、まあ、サッカーでこういう経験をするっていうのが、ね、まあ、ヴィッセルらしくて、まあ、いいんじゃないかなとは思いますけど、はい、そう今後ね、蛍選手ヴィッセルでどんな経験していきたいですか。今後の目標なども聞かせてください。まあ、個人的にはリーグも優勝したことないですし、うん、あのチャンピオンズリーグもアジアチャンピオンズリーグも優勝したことないんで、まあ、そのタイトルは、まあ、取りたいなと思います。はい、蛍選手おめでとうございます。はあ、そして聞いていきましょうね。あ、西大吾選手見つけました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや今日の決勝戦も素晴らしい戦いで攻守に活躍しました。いやいや、みんな頑張ったです。ええ、わーわーわー大吾選手、鹿島に勝ちました。俺が勝ちましたよね。いやー、まあ、あれは冗談なんですけどでも、まあ、いい試合だったんで、はい、これでチームの力っていうのはまた上がったんじゃないですかね。はい、まあでもまた新しいシーズンがやってくるんで、はい、ここからが大事です。取った後は、ね、そうですよね。素敵なオフシーズン、そして来季を最高の形で迎えてください。はい、ありがとうございました。中島、はい、はい、そろそろ中締めのご挨拶のようですね。それではそろそろ中締めのご挨拶のようですね。はい、皆様ありがとうございます。皆様ありがとうございます。さあそろそろ円も竹縄ではございますが、お開きの時間も近づいてきております。では皆様ここで中締めのご挨拶していただきたいと思います。それでは
中締めのご挨拶ですが、チームを引っ張るムードメーカーとして大いに支えていただきました背番号1ゴールキーパー前川大也選手、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、締めますよ皆さん、締めますよ。いや、日本酒やばい、日本酒やばい、日本酒やばい。おい、ダイヤ選手やめろ、いろんなパスが飛んできていますが、この状況で中島のご挨拶お願いします。終わらせろ、おいおいおい、お前ら最高じゃん、おい。ちょっと待って、ほんまに目やばい、ほんまに目やばい、ゴーグルが目出してないわ。はい、じゃあ皆さん、あのムカつく先輩とかにもやりましたか。はい、終わりますよ、本当に今日はお疲れ様でした。はい、いや、しねえじゃねえよ、おいオフレコだそれ。お大丈夫、かなりもダメージ食らいましたね。目開けろ、ほんま俺、ほんま。はい、じゃあ皆さん、明日もしっかりあるんで、しっかり風邪ひかないように。では皆さん、これで終わるんで、皆さんお手を拝借お願いします。ほら、はい、皆さんお手を拝借お願いします。それでは皆様、一丁締めでお願いいたします。よーで終わりますね。はい、行きますよ。はい、お手を拝借、よー、はい、おめでとうございます。前川大也選手、ありがとうございました。以上をもちまして、皆様、ヴィッセル神戸初タイトルを祝っての祝勝会終了とさせていただきます。皆様、ありがとうございました。皆様、ヴィッセル神戸の初優勝祝勝会ご参加いただきましてありがとうございました。さあ、本日のこの祝勝会ご参加いただきました皆様、皆様もね、ビールかけご参加いただいた方、かなり衣類も濡れた方もいらっしゃると思います。シャワールームもご用意しておりますので、どうぞそちらもご利用ください。なお、先ほどの記者会見ルームですが、午後10時22時までは開けておりますので、その間までは荷物置いていただいても結構です。ただし、その後はもう全て片付けにも入りますので、皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。